腹が全然へっこまん。垂れたお尻が気になる。反り腰や猫背が全然治らん。今回はそういった悩みがある方にぴったりなメニューになってます。代謝を上げるためや痩せるために体幹部を鍛えることはとても大切なんですが、一緒に加えてお尻を使うことが大切なんです。なぜかというと、お尻が出てしまうと上体は前に行きます。逆にお尻が前に出てしまうと上体は後ろに行きます。その結果、使われない筋肉が増えてきて、体型がどんどん崩れてしまいます。今回は体幹部とお尻を重点的に使っていきます。全部20秒のメニューです。今回のいいところは止まっとくだけです。何がいいのって思った方、動くとフォームって崩れやすいんですね。止まっとく方がフォームが安定します。要するに運動が苦手な方ほど動かない方がいいんです。一緒に頑張ってみましょう。はい、まず座った状態で今回四つん這いのメニューがあります。その際手首が少し痛くなることがあるんで、初めに手首を回しましょう。スタート。手首を持って回しましょう。右左前後。はい、反対もです。あまり四つん這いにならない人はね、手首が痛くなることがあるんで注意してやることをやっていきましょう。はい、 OK です。それではお尻体幹部を使っていきます。まずは四つん這いの状態で足を右左と上げていきましょう。できるだけ体がね動かないように足だけ動かしてください。できるだけ真横。はい、 OK。 今度はこのまま腰を丸めます。丸めたままで前後に動きます。あと、お尻を前に突き出す感じで、そのまま腰を丸めたまま、腰が反れないように注意です。はい、 OK。 このまま今度はお尻を振りましょう。腰は反れないように丸めたままお尻を振ります。これで腹筋群全体を使えてます。くびれにもいいです。OK。 膝も肩幅に開きましょう。これでお尻を右左と動かしていきます。今度体重をね移動させる感じで、腰を丸めたままです。OK。 はい、今の膝の幅のままで右足を高く上げます。このままキープ。お尻の横が痛くなるけど頑張りましょう。スタート。これでキープ。できれば上げてる足の手に体重を乗せてください。体がよれないように、しっかりこれでねお尻の横が使えてます。頑張って。 OK。 反対も一緒です。いきましょう。できるだけ高く上げて、もし辛い人はねちょっと体をね動かしてもいいです。できれば両肘伸ばして膝高く上げて、うわ効く、これは効く。 OK。 今度は仰向けで寝ましょう。足を組みます。手を前に伸ばして起き上がっときます。手で少し足持って体を起こしていいです。息長く吐いて20秒。スタート。できるだけ体を起こしてください。しっかり吸って吐きます。お腹をどんどん引っ込めながら息吐いて。 OK。 反対も一緒です。手で足持ってていいです。できる人は
自分の体で起こしていきましょう。しっかり吸って吐きます。もう一度反対足です。今度は足を動かしていきます。あとできれば1回ずつ息吐いてふーふーって感じで、頑張って。 OK、 反対も同じようにいきましょう。しっかり腰丸めることでね、お腹に力が入りやすくなりますから、お尻もストレッチできてます。 OK、 次からは立った状態です。つま先をしっかり開いてかかとを上げときましょう。このまま低くかがんでキープ。ちょっと疲れてきますが頑張って。スタート。かかと上げたままキープです。もし前もも疲れる人はもうちょっと足開いてください。そうするとももの裏とお尻使えてます。いやー効くー。頑張って代謝上げていこう。OK。今度はつま先を開いて片足前に出します。前の膝を曲げて前かがみ、これでキープです。いきましょう。後ろの膝を伸ばしていきます。前足だけに体重、前かがみ、しっかりお尻出して胸張って、前のもも裏お尻が使ってたらバッチリ。 OK、 反対足も一緒です。ちょっと難しいけどね。後ろは伸ばして前は曲げる、前かがみ、あと何かをね取ろうとするようなイメージで、もう極端に言うと後ろ足ついてないようなイメージです。前足体重、お尻の横効いてればバッチリ。よし、 OK、 はい、次はつま先まっすぐです。少し膝を曲げて胸を張る。このまま前かがみになったらキープです。あとお尻をね後ろに突き出して、膝の曲げ具合はほんの少し、胸張ったまま、もし腰痛い人はねたまに体持ち上げてください。OK、 あと2種目、足を開いたら横を向きます。このまま前かがみ、これで息を長く吐いてキープです。あと今度はね片側を伸ばして片側を縮めてね腹筋を使っていきましょう。息を長く吐く方がいいです。反対で終わり。頑張って体を回して前かがみ、いきましょう。かー、きく。よーし、オッケー。フォームが作りやすいのでしっかり鍛えられてます。動画を見ながら毎日やってみてください。